三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、早速参りましょう。10月のアスリートはこの方です。こんにちは。こんにちは。バドミントン混合ダブルスの東成沙です。渡辺裕太です。よろしくお願いします。硬いな。どうぞおかけくださいちょっと緊張気味で最近はいろんなところで2人を見ることがあるんですけど、こういうインタビューも増えてきたんじゃないですか。いや、でもケチャップさんとは初めて会うんですごい緊張してます先輩いつも最初はそういう感じなんですけど、徐々に温まってきますので。あ、はい、なるほど。徐々に温まってくる。そうです、問題ないと思います、はい、すごい楽しみにしてたので、はい、いろいろね、お話を伺わせていただきたいなと思うんですけれども、2人出身は同じ、中学は同じですよね。そうですね、中高一緒ですね。中高一緒だけど、はい、出身が北海道。北海道出身が、僕は東京です。で、出身中学高校が福島県の富岡第一中学校、はい、これはなぜなんですか。そうですね、本当に中高一貫教育としてバドミントンができる環境がすごく良かったです。渡辺選手もじゃあそこ、まあ、小学校でからじゃあ入りたいなっていうのはあったんですか。僕ちょっと特殊で、うん、スポーツを力入れてやろうとは思ってなかったんですけど、うん、まあ、流れで入ってしまったっていう感覚ですけど、まあ、でも入ってみたら強くてびっくりでしたね。練習量も結構すごいんでしょ。朝練がもう毎日あって。何時から6時え、何時だったかな。6時じゃない。6時絶対6時は言い過ぎ。ちょっともった6時半。違うよ。7時15とかだよ多分でも6時に起きてたイメージしかない。そうなんですよ、絶対6時に起きて、うん、テンコってやつがあって、はい、そのみんなバーッとその寮に住んでる人たちが並んで、うん、僕は314号室だったんで、うん、314異常なしって言うんですよ。へえ、朝6時にそんなことやったことないじゃないですか東野選手の方が1歳年上ですよね、はい、学年違うんですよね。違います。お互いの印象ってあったと思うんですけど、めちゃくちゃ細くて、うん、めちゃくちゃちっちゃくて、うん、もうこんな感じじゃないです。こんな感じじゃない。なんかすごい静かな感じの子でした。東野先輩のことはどんな印象だったんでしょう。ムードメーカーっていうのはもちろんなんですけど、うん、リーダー的な存在で、うん、すごく明るくて、うん、いろんな人に話しかけて、素晴らしい先輩だなと思ったんですけど、はい、当時の僕はその結構シャイでおとなしめだったんでちょっと怖いなと思ってました対照的な2人なわけじゃないですか。ペアを組もうと思ったきっかけって何やったんですか。ペアを組もうと思ったきっかけというよりは、うん、なんか中学校の時にインドネシアの大会があって、はい、そこで余り物同士で組まされた結果このペアだったみたいな組もうと思ったわけじゃないです組もうと思ったわけじゃない強い人たちで組んで余ったんで、弱い者同士で組んだのがきっかけですね。本当に本当にそうですね。それが中学何年の時。3と2です。中学3と2でどうだったんですか。その初めてペアを組んだ試合の成績は3位でした。えで、その強い者同士の人よりも成績が良かったんですよ。それはなんで。なんでっていう理由は明確には分かんないですけど、うん、非常にこう息が合ってたような、うん、まあ、気はしてましたね。中学校2年、中学校3年生からずっとペアを組み続けてるんですか。一回だけ別の、うん、そのインドネシアの大会で、うん、別のパートナーで出ました。その時他の人とペア組んでどうだったんですか。2回戦負けぐらいだった気がします。で、いつも渡辺裕太君と組んでるのになんか違うってありました、はい、ありました。あった。その表情で言うぐらいあったんだありました渡辺裕太選手は
違う人とペア組んだ。そうですね、記憶がないんで、まあ、そのくらい多分先輩とのこう記憶が濃いっていうか、まあ、3位っていう結果も残しましたし、うん、非常に相性が、まあ、当時からもう ファーストタッチで良かったのかなと思ってます。で高校卒業して日本ユニシスに入られるわけでしょ、はい、同じ今所属ですけど、はい、東野さんが声をかけたんですか。3回ぐらいゆうたくんに連絡を取って、お、あの今いる日本ユニシスに入ってほしいっていうのを伝えてました、うん、もう絶対にゆうたくんじゃないとダメなんやって思ってました。その時ずっと、はあ、日本ユニシスに入ろうと決めたのはどういう点だったんですか。いくつか大きな要因あったんですけど、はい、その中の一つに間違いなく先輩とのミックスで世界を取るっていう風に僕は、うん、思ってたので、はい、日本ユニシスに入社させていただきました。嬉しかったでしょう。めっちゃ嬉しかったなんかあるんですか、おぐしおとか高松とかいろんなペアあるじゃないですか。何ペアって言われてるんですか。今日ちょうどお昼にその話してたんですよ、はい、お昼ご飯食べた時に、はい、あんまないよねって話になって、うん、どうしましょう今ままお昼は終わったんですかそうです。じゃあ決めましょう。ここどうしますか。もうこれでオフィシャルにしましょう。もうこれオフィシャルにしましょう。うわいいのクレイジーアスリート で、はい、でよく言われるのは、うん、わたひがって言われます。あ、わたひがって言われるんだ、はい、あそれ一番一応そのバドミントン界隈では多いですかね。あと言われるのは、うん、わたがしって言われますね。わたがし、ひがしのしがしです。決めよ、せーのでいこうか。決まった。よし決まった、いきましょう。せーの、わたがしペア。ペア。じゃあ東野有沙、渡辺裕太ペア、これからはですねわたがしペア、これで皆さん統一して呼んでください。決定です。オフィシャルですね。オフィシャルですから。オフィシャルです。